堀田真まゆが日テレ系ドラマ初主演、にむらさははためい、長浜ねると四姉妹役で共演する日曜ドラマ、若草物語、恋する姉妹と恋せぬ私。この度、初回放送が10月6日に決定、チャペルを舞台に撮影されたティザー映像も解禁となった。本作は、アメリカの作家、ルイザ・メイ・オルコットが手掛けた普及の大ベストセラー、若草物語が原案。 もしあの四姉妹が令和日本に生きていたらという着想から舞台を大胆に現代に置き換えて描かれる社会派シスターフットコメディティザー映像ではガムシャラ次女両リオ・ホッタ・マユ、真面目長女めぐみ・ニ村ラしたたか四女名はためい、おっとり三女・エリ・長浜ネルという個性豊かな四姉妹のキャラクターとそれぞれの仲睦つましさが印象的な仕上がり。本ティザー映像は YouTube の日テレドラマ公式チャンネルやドラマ公式 x 9 t w i t t e r TikTok、インスタグラムでも公開中。また先日、4姉妹と母町黙美役の酒井真紀の町だけに続いて、寮の幼馴染高子炉律役を演じる一ノ瀬颯もクランクインを迎えた。この日撮影が行われたのは、結婚式場を舞台に、両と律が9年ぶりに運命的な再会を果たすシーン。 今回が初共演とは思えぬほど、初日から息の合った掛け合いを繰り広げていたホッタと一ノ瀬。撮影合間の休憩時間には、一ノ瀬自ら小道具のカメラでホッタの写真を試し撮りするなど、まるで本当の幼馴染のような姿が垣間見える場面も。そんな二人の微笑ましい様子に、撮影現場も終始なごやかムード。晴天の下、 穏やかな雰囲気に包まれたクランクイーンとなった。今作の注目ポイントの一つとなっているのが、20年来の親友でもある、量と律の関係性。大人になって再会を果たした幼馴染二人の今後も目が離せない。2024年、日本のとある小さな町。一つ屋根の下、たくましく騒がしく生きてきた町だけの四姉妹。 価値で口が達者な自助量堀田眉は、脚本家志望だったものの訳あって今は、ドラマ制作会社で助監督として働き、慌ただしい毎日を送っている。私は恋も結婚もしない。一生姉妹で暮らしたい。恋愛市上主義の風潮に抗いながら生きる量のもとに、ある日、大御所脚本家が書いたドラマの監督を務めるチャンスが巡ってくるが、一方、 結婚願望強めの長女めぐみに村らは、ハローワークの非正規職員。周囲に内緒で職場恋愛中だが、彼から結婚をはぐらかされたり、上司から密かに送られてくるおじさん公文、前回の私的なメッセージに頭を悩まされたり、堂々巡りの日々からなかなか抜け出せない。そんな姉たちを尻目に、したたかで甘え上手な四女名はためいわ。 ファッションデザイナーになる夢を叶えるべく服飾専門学校で服作りの腕を磨いている。結婚するならお金持ち限定と割り切り、エリート大学生の彼氏と順調に交際を続けてきたもののある沼男との出会いを機にすべての計算が狂い始め。そして心優しくおっとりとした三女のエリナがはまねる。役者を志すエリは、 脚本家を目指す寮にとって一番の理解者だったのだが、今現在、姉妹が暮らす家に襟の姿はなく。そんな襟の不在によって心にぽっかりと穴が開いた寮の前に、すっかり大人の男性になった幼なじみ率一の瀬手が9年ぶりに姿を現し、仕事、恋愛、結婚、夢、避けては通れない人生の難題にぶつかっては、トライエラーを繰り返しながらも、 それぞれの幸せを模索する4姉妹。彼女たちがたどり着く4者4様のハッピーエンドとは新日曜ドラマ、若草物語、恋する姉妹と恋せぬ私は10月6日日曜22時30分から日本テレビ系にて放送。